ズール風前の斜塔は、ドイツニーダーザクセン州のズール風前村にある、中世に建てられた教会の塔である。2010年に、アブダビにある、キャピタルゲートビルが認定されるまで、世界で最も傾いた塔として、ギネスブックに認定されていた。ズール風前の斜塔は、自然に傾斜した塔としては、世界一であり、世界的に有名なピサの斜塔よりも1.22度傾いていたことで、 ピサの社塔と共に世界に知られる社塔となった。現在も意図せず傾斜した塔として、ファーゼストリーニングタワーのタイトルでギネス記録を保持しているブリックゴシック建築の教会は、かつての剣道な教会を連想させる。当初は、この教会は、長さ30メートル、幅9.35メートルであったが、1450年に4分の1が縮小され、その空き地に塔が建てられた。 この塔は現在5.1939度傾いており、ピサの斜塔の3.97度と比較された。郷土歴史家のトジャボー・バンデソンによれば、この教会は中世に湿地帯の上に建築され、オーク材による基礎は地下水に守られていた。しかし19世紀に排水が行われて木材は腐食し、塔は傾斜し始めた。塔は安全上の理由から1975年に、 立ち入りを禁じられたが、10年後に安全が確認され、再度公開された。ズール風前の社塔がギネスブックに載ったのは2009年であり、掲載期間は非常に短かった。レンガを用いたゴシック建築のこと、ありがとうございます。